遅刻みんな、大丈夫ですか先生。いつものことじゃん。おい、死んだか。つついてみるか。いや、みんなであれやらないか。ああ、あれだね。せーの、起きろ。みんな下校時刻を守るように。しばらくは門限は6時だから部活の子も長居しちゃダメよ。6時だったらすぐじゃんか。タイガ先生、後藤くん、藤村先生って呼ばなきゃ。先生本気で怒っちゃうぞ。注意します。じゃあ今日のホームルームはここまで。授業を始める。日直礼を。起立。あっ、大丈夫、止まりなさい。ブレーキよ、ブレーキ。うわー、相当大丈夫。ドキドキ。うわー、いやー、シローもたくましくなったわよね。バイクを素手で受け止めるなんて。そりゃどうも。シロー、遠慮せずに言いなさい。いつでもタイガの寝首書いてあげる。何よそれ。ちょっと、親切でうちに居候させてあげてるのに、生ゴミの日にポーしちゃうぞ。タイガ、私を手放さないわ。タイガ、私が。お待たせしました。あくまっこ、タイガ。いやー、朝から揚げ出しのお。タイガ、はしたない。ほんとにポイするわよ。おいしいって言ってくれたから。なんだあれ。昨夜のトレンディードラマの見過ぎ。